ま、今でも正直うん。自己のことを思い出してあ死んでやれば良かったとか後悔したりするんですよ。うん,うんうん。これも小さな幸せだなということが感じる時があるんですよ。うん、やっぱそういう面で考えてみれば、うん、車椅子あ。もう死ぬことは辛いことではないのかなと思ってます。うん、原因と何年前とか何歳とかの時を教えてください。と僕が怪我したのは2021年の。 1月1日で、その時は中2だったので、14歳。14歳。お昼に釣りだった時に、うん、あ山の中を車で行ってたんですけど、で、走っていたところが行き止まりで、車をバックして、うん、右の車輪が脱輪して、うん、その脱輪をどうにかしようと動かして考えている時に、僕、車の前にいたんですよ。うん、あの、ちょっと崖っぽいので、うん、急に走って、 前に動いて、うん、押し倒されてそのまま車輪が背中に乗っかって脊髄損傷になったという感じですうんじゃあ今の体の状態あと麻痺部の感覚を教えてください。L1 で今の体の状態はあの股関節から足までも麻痺していて完全に、うん、ずっとしびれがあります。 まあ叩いてもつまんでも全く何も感じないでトイレの感覚もないです。うん、お腹が痛いのはわかるのでたまにお腹が痛くなったりする時はあります。うんじゃあそれでトイレに行けば間に合ったりするってことかな。ですね間に合った時もありました。うんはい、でもやっぱり失敗はしたことありますね。うん脊髄損傷という言葉を言われたのかまたはその歩けなくなりますよって言われたのは。 事故のあとからいつのタイミングで言われましたかあの僕脊髄損傷っていうのがその時事故になった時も全然わからなくて、うん、23ヶ月もすればまあ治るだろうとできるようになるって思ってたんですけど何もそのまま変わらないで,で手術をしてくれた先生に「うん、僕の,この体は治るんですか歩けるようになるんですか?」と聞いた時にもうそれでもやっぱり治らないとは言わなかったんですよ。うーん 歩けるようになるんですかって聞いた時は、歩けないとは言わずに、リハビリをして頑張れば、足に装具をつけて、杖で歩けるようになるよなるっていうことを聞いて、うん、歩けないわけではないんだなと思ってたんですけど、うんう、後から一般病棟に移って、うん、僕の怪我なんですかって聞いた時に、脊髄損傷って言われたので、うん、その時に。うん、で、調べて、うんあ、歩けないんだなということで、 たくさん泣きましたね。うん、どのくらいで結局知ったことになったの？1ヶ月過ぎたぐらいに,に脊髄損傷って知ったんだですね。聞いて、うん、そこで。その歩けなくなるって言われて言える範囲でいいけど、どういう気持ちになった？まあ youtube を見たりして、まあ聞いたりもしてしたくさん調べたんですけど、うん？腰椎の一番の l1 についてはあまり。 記事はなかったんですよねでもこう歩けないっていうのは分かって、うん、もうその時から歩けないと分かったらもう損失感ともう自殺したいっていう気持ちがまあでも、まあ、リハビリもきっと始まる頃だったと思うけどリハビリもだから行きたくないなとかやっても意味ないなみたいな感じには思ってた、まあ、そういう時期もありましたけどやっぱりずっといられるわけじゃないし、うん、いつかは、うん。 やらないとまあ復帰はできない、家にも帰れないみたいな思ってて、うん、えっとリハビリだけには行こうと自分で思ってました。うーん、そうか。自殺したいなって思うこともあったっていう中で、家族とはどう接してたかっていうのと、まあ、コロナの時期に入院してるわけだけど、友達とかもお見舞いには来れない状況だったじゃん。 その中で、そういう家族の接し方とか、こういうふうに言われて嬉しかったなとか、なんかそういうのはあったもう歩けないんだって分かってからは、たくさん親に当たってました、たくさん。うん親は僕と変わってあげたいみたいに、うん、言ってもうそれに対して、そんなできることないじゃんって、もう暴言だたくさん吐いてました。結構あのおかしくなってて、うん、ご飯も食べなかったり。 うん、その時に病院側が親をつけた方がいいんじゃないかということで,でお母さんがつくことにしたんですけど、うん、自分は歩けないのに、うん、歩いてる姿を見たらこう腹が立ったりしてこう車いすを当てたりとか親に、うん、やっぱり頼れるのは親しかいなかったのでその時本当にうんうん、うん、入院が約半年くらい。 もう早くも復帰したかったので、うん、4か月で退院しました。ああ、そうなんだ。でもやっぱあれだよね、コロナの入院が本当にしんどかったよね、きっと。全,全然面会はできなくて。え、それよりだったら、もう本当に早く退院した方がよ,よかったなって思うですね。自分でな<お>慣れないこともたくさんあったわけじゃんで、車椅子も多分完成してない中で帰ったでしょそれでも、 帰っっったた方が良かったなって思うもう早く帰りたかったんですよ。学校も無遅刻無席近。あうん、で、何よりやっぱり病院より家の方がいいっていうので。そうか。家に帰ってきても家族に当たるっていうことはもうなかったのいや、やっぱりそこから何度もありました。うん、そうなんだね。まあ、何度も未遂をしたりとか。うん、でもででき、できないわけでしょ、自分では。 やっぱり失敗する方が多かったですね、やっぱり。それでも学校にも行ってたし、家族ともちゃんと話して、はい、で、今があるってことだよね。頑張ろうっていう気持ちと、でも結局は受け入れられないっていう気持ちが多分ね、受け沈みありながらやってた中で、でも結局はその、死にたいっていうところから、 きっと気持ちがその変わってったから、まあ、退院して早く学校行こうとかそういうのも思ったんだと思うけどそういうふうに前向きになれたきっかけみたいなのはあったまあ今でも正直、うん、事故のことを思い出してあ死んでればよかったとか後悔したりするんですよ。うんうんうん周りの友達のように同じことができないし、うん、歩いてる姿を見たりしたらあ自分も本当はこうだったのになという気持ち、うん すするんですけど、うん、高校からなんですけど、まあ、積極的にみんなが友達が助けてくれて手伝ってくれたりしてやっぱり「ありがとう」って返しても、うんまあ、自分はこうじゃなければちゃんと一人でたくさんできるのになと思ってしまうんですけどそれ以外は友達と話したり、うん、家族と笑い合ったりすると小,、まあ、小さな幸せっていうか笑っている時は。 中学校では体育にも参加できないで、うん、ずっと見てるだけだったんですよ。もともと陸上部で運動神経が良かったか,な良かったな良くて精神的にきつかったんですけど、うん、高校に入ってから体育の先生がど、うん、のようにしたらあの僕も体育に参加できるかなど、うん、一緒に考えてくれて、うん、友達と一緒に体育ができて中学校の時は 一人でいる時間がも高校からは友達と一緒にいる時間が増えてたくさん手伝ってくれたので、うん、まあ少しずつ毎日進めたっていう感じですねうんコロナ禍でお見舞いに友達が来るっていうのがきっとなかっただろうから車椅子になった姿を学校に行って初めて友達に見せたっていう人もきっと多いわけじゃん。 はいその時友達の反応とかはどうだった中学校はあのー、確か前 LINE で送ってうのはつえだったんですよ。ううううううん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 、うん、どうしても中学校はついでいきたいということでつい、うん、でいったんですけどやっぱりみんな行った時は、まあ、たくさんじろじろ見られたり、うん、初めて転んだ時は周りもどうすれば分からなくて、うん、どう助ければいいのか分からなくてこう。うん まあ、高校でもジロジロ見られたりしたんですけど、うんうん、中学校と違って友達がたくさん助けてくれてえっとみんなが分かるようにだけどその超戒手装具をつけて杖で歩くことができるんだっけかですねロフストロフストですで超戒手装具で歩くのはい,いやすごいよねよくバランス取れるよね <laughs> 頑張ってやりました 自己当時やっぱ死にたいって思ってた車椅子の人生なんて嫌だって思ってたその思いと実際に車椅子生活をしてみてやっぱり同じようにしんどいなって思うのか当時自分が思ってたよりは意外といけるなって思うのかとかそういうのある確かに最初の時は車椅子です。 やっぱり嫌だなとか大変だろうなって思ってたんですけど、うん、いるあやっていると、まあ、頑張ってねと声をかけられたり、うん、しんどい時もありますけどでもその分やっぱり楽しいこともあるし前よりかはできないことは増えたけど、うん、車椅子できることも増えたっていうのところもあります車椅子になってから逆に興味が湧いたことってあるあの今パラスポーツです、ね、に興味を持って うん、パラをしようかなと。もともと陸上は何系、短距離、長距離短距離と幅跳びですね。走り幅跳び。なるほどね。じゃあ今興味を持ってるパラスポーツは何なのやっぱり陸上を諦めたくないということで陸上を。あの、こういう三角形のやつ。 <laughs> はい、あれかあいいね当時は死にたいって思ったり、まあ、それこそあの時死んでおけばよかったなって思うことは、まあ、たまにはあるって言ってたけど、まあ、まだ半分半分かもしれないけど車椅子生活になるっていうのは死ぬっていうことよりやっぱ辛いことだと思うまず確かに正直死んでいればよかったなって思う時も 出てくるんですよ周りを見て悲しくなったりとか泣いたりする時もあるんですけど、うん、でもやっぱり車い子生活でも楽しいことはあるんだなと友達と話したりすると、まあ、冗談言ったりして、うん、笑う機会とか増えたんですよ、うん、親とも話す機会も増えたしうん、うん、やっぱり車い子生活になってこの幸せは健康で毎日何気ない生活を送ることなんだなと、うん、それでも以外でも。 楽しいこと。や笑ったりすることもあって。うん、これも小さな幸せだなということが感じる時があるんですよ。うん、やっぱそういう面で考えてみれば。うん、車椅子。あ、もう。死ぬことは辛いことではないのかなと思ってます。うん,うん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 。ね、嫌なことがね、やっぱり重なること。とかあった時に。とかこう、自分の気持ちがちょっとマイナス向いてる時に。なんかそういう。羨ましいなみたいなことがあると。 排便失敗したときとかさ、なんかそういうときとかが多分一番結構ズドーンってやっぱ落ちるときはあるけど、でもそれって、まあ1ヶ月の中で、どっちかっていうと数は少ないくない笑って楽しいって思ってるときの方が日にち的にはきっと多いと思う。ね、<laughs> まあやっぱりまだまださ、ヒロの後にも同じ年くらいで怪我する人たちが、 いると思うんだけど、やっぱ同じように死にたいなってやってたスポーツができなくなったから何もないなって思う人もいると思うけど、うーんまあ、何もないわけではないよね。<laughs> そうだよね。ヒロトは事故当時、お母さんや家族を通してヒロのことを知って、そして コロナ禍で病院には会いに行けないということで、まあ、ヒロと直接連絡を取りながらまだまだ会えていない段階で今回 LINE 電話をズームをして初めて顔も見ることができてあ元気にやっててよかったなと思いました、えー、今年は絶対直接会いに行くという約束をしてお話し終わったんですけどこんな感じで。 まあ、いろんな年齢でいろんな怪我をしたり病気をしたりする人を悩むことってたくさんあると思います。まだまだ自分と向き合えない年代でそうなる人たちも多くいる中で、まあ、今回のこのヒロの話が少しでもその悩んでる人たちに対して何か一歩を与えられるきっかけとなれたら嬉しいと思います。はい。ということで、えー、最後まで。 ご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。忘れそうよね、今後ね。 俺、この t シャツダサいからあんまり来られんっちゃうかった。<laughs> 戻りん。